急いで見つけましょう。急げ急げ。財界の重要人物との時期交渉、各予算のチェック、大型契約の締結、昨日から働き詰めだが、どれも失敗は許されない。僕は全てを完璧にこなさなければいけない。
少し疲れてはいた。働いて、働いて、働いて。でも僕はできる。何でもできた。負ける気はしない。すべては目標を達成するため。父親を超えるため。認めてもらうため。それは何のため？誰のため？ふと窓の外を見ると、庭の花たちが見える。そうだ、水をあげ、雑草を抜きに行こう。私は戦い続ける。最初は一つの小さな植木鉢だった。一人のメイドがくれた植木鉢。花を育てる意味なんてない。僕がやる意味なんてない。最初はそう思っていた。花びら、一緒に季節を感じ、一緒に育つ。いろんな姿を見せてくれる花たちが僕は好きだ。ここは僕にとって憩いの空間だった。
長が少し遅いから肥料も入れて、今週は天気も良くないから日当たりのいいとこ移して。おいおい、そんなことができるんだけど。一応電気が使います。OTBS です。でも何かが見えません。
ソ明けです。その謎の植物は思ったより人気者らしい。すれ違う奴ら皆声をかける。ポピー、ポピー。誰にでも答えるその植物、そして無論自分に声をかける奴などいない。何もないものには存在価値がないかのように。よく聞いてね、ポピー。ロス、できないことだ。同情なるし、思い出せない。自分は何をしたかったのか、何者なのか、本当は何がしたかったのか。ポピー、お前はのんきでいいね。でも不思議だ、お前とはどこか昔から一緒にいた気がするよ。ポピー。
なんだお前ら。どこにでもいますよ。こういうやつが買い物じゃないというものを分かってないですよ。ザカ、まとめて相手してやるぜ。これまでやってきたことに比べれば他愛もないことだ。これまでやってきたこと、そうだ、何でもやった、やってきた。自分にはやれる力がある。才能しか信じれない。でも欲しかったのは才能でも名誉でもない。本当にやりたかったことは、
僕は全てを受け止めるだけ。